皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は春夏に向けて購入したお洋服をご紹介していきたいと思います。はい、まずお洋服をご紹介する前に、今日のこちらのメイクは2021年ベストコスメで選んだアイテムだけを使ったメイクになります。はい、もうすでにね、ベストコスメはご紹介した動画をアップしているので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。はい、リップだけはちょこっと色味をこうモーブピンクを足したかったので、おさじのニュアンスリップグロス08番を足しています。はい、その他はベストコスメでメイクしています。普段から概要欄に、お洋服、リップ、ピアス、こちらは記載しているので、気になったアイテムがある方はそちらもぜひチェックしてみてください。はい、では購入したお洋服をご紹介していきます。春先からこう暖かくなったら着ようと思っていたアイテム、少しずつ買っていたので、結構点数が多いです。はい、もうね、セールが始まったお店もあるので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。はい、では行きます。まずこちらからご紹介します。はい、オーラリーの T シャツとブラウスになります。はい、こちらのオーラリーというブランドが日本のブランドになるんですが、私はこのトップスの形、サイズ感と形がとても自分に合っているなと思っていて、すごく好きなブランドの一つです。はい、そこで今回買ったこちらの T シャツ、はい、T シャツって白い T シャツっていっぱい持ってるんだけど、その他の色付きの T シャツってそんなに今まで持ってなかったなと思って、春先ほんと一番に買った T シャツになります。はい、こちらね、ベビーピンクのお色になっています。形が私は本当に好きなので、ちょっとこうコンパクト、変にこうトレンドをすごい取り入れてこう大きめとか袖が長いとかそういうのはなく、本当にベーシックに綺麗に着こなせるタイプの T シャツだなと思います。はい、でこのベビーピンクの色がね、こうカーキを合わせたりグレー合わせたり、なんかそういう色合わせ、ピンクと何色ってすごい好きなんだけど、結構濃いめのピンクだと、なんだろう、あまりこう色と色ってちょっと苦手なので、このぐらいの淡いピンクだといい感じに馴染ませやすいということで、色遊びがしやすいので、はい、こちらを購入してみました。はい、それと一緒に購入したこちらのオーラリーのシャツです。まあ、ちょっとこういう硬い感じの切れ目のシャツってもう本当にもうトレンドで、特にこういうちょっと透け感のあるタイプのシャツって本当にいっぱい出てると思います。ただもう本当に生地の上質さとか形の綺麗さみたいなところで選んだ時に、これが本当にすごく好きなタイプだったので購入してみました。すごくシンプルなんだけど、まあ、ダブルポケットついているぐらいで、もうその他は本当に必要最小限削ぎ落とされたデザインで、ちょっとこう大きめではあるんだけど、それこそ私がね、さっき言ってたみたいに肩幅が必要以上に大きかったりとか袖がすっごい長いとか、そういうタイプではないので、私みたいな体でもちょっとこうオーバーめに着れてる感じ の, ちょうどいいサイズ感、あとはこのペロッとしたこの生地の綺麗さとか、ボタンのこのシェルの感じとかすごく綺麗だったので、こちら購入してみました。はい、続いてはこちらです。はい、こちらは堺の T シャツになります。とこれは普通の白い T シャツに見えるんだけど、実は後ろがこんなにデザイン性のあるシャツみたいになっている T シャツです。こう生地がね、こっちはシャツみたいな素材、こっちはこう T シャツでよく使われる素材っていうので、この後ろと前で二面性を持っている、切り替えになっているデザインです。はい、でもうこのね、なんといってもポイントは後ろのデザインだと思います。こう後ろから見るとこうシャツね、着てるみたいですごい可愛かったりとか、あとはここのね、袖がちょっとプシュプシュってなっていて、可愛らしさもあったり、あとここがね、ちょっとこうシャツをこうね、襟を立たせたようなデザインになっていたりとか、もう本当に細かいところがね、すごくデザインされています。はい、すごいこうね、主役級の白い T シャツです。普通にデニム合わせはもちろん可愛いし、こう大きめのそれこそ堺とかでよく出てるような、こうなんかすごいツートンだったりとか、思いっきりチャックついてたりとか、そういうプリーツスカート、ちょっと個性的な感じで合わせてあげたり、ゴアブーツを合わせてあげたり、個性派ファッションをね、すごいしやすいブランドだと思うので、まあ、ちょっと私はこう
それをすごいこうベーシックに寄せちゃうタイプなんですが、まあ、着こなしはもう無限だと思います。はい、次はこちらです。トゥデイフルのお洋服です。まずはこちらのシャツですね。おしゃれ本当にトゥデイフルってすごくおしゃれ。あの世界観に全部私が入り込むことはちょっとできないんですが、とにかく世界観がおしゃれで素敵。ただそんな中、デザイン性のあるもの、柄物とか、これオリジナルの柄って言ってました。そして、インドで作られているんですって。そのぐらいこうこだわった生地だったりとか、こう切り替えのね、袖のこの切り替えの感じとかもすごいなんか可愛いですよね。ほんとよく言ってるんだけど、無難が好き。コンサバな感じも好き。ただちょっとこうおしゃれアイテムは本当は好きっていうすごい矛盾の中生きてるんですが、なのでそういうタイプの人にもこのぐらいの柄だったらちょっと淡いトーンでね、何でもちょっと不安な時はデニムを合わせればおしゃれすぎるアイテムもちょっとマイルドになりますはい、なのでデニム合わせとか、今流行りのちょっと朝っぽいワイドパンツとか、まあちょっとワンピースみたいに着て下にショートパンツ入れてあげたりとか、もう着方は無限です。こういう中にね、もっと細いタンクとかキャミとか、ちょっと露出高めのねアイテムをの上にさらっと着たりするのも可愛いと思います。はい、そしてこちらのワイドパンツです。私的ポイントはここに切り替えがしっかり入っていて、ウエストでギュッて締めてくれたら、あのお尻がこうボリュームがなくても勝手にこう広がってくれるので、あのお尻があってもなくても関係なく、あの着こなせるっていう、そこが私のポイントです。この素材がね、本当に夏ぴったりなんですよね。で、夏私こういうコーデが本当に普段からすごく多いので、まあ、こういうパンツ1枚あるとすごく安心するあのどんなシーンでも使えるかなっていう感じです。はい、次はこちらのパンツです。こういうなんていうの、このテーパートパンツ、あえてのちょっとこういう切れ目パンツにスニーカーとかもすごくいいし、タンクトップだけにこれとかもすごくかっこよく着れるので、気に入ったパンツがあったらね、もう即買いだと思うんですが、なかなかその自分の体型に合ったものを見つけるって難しいんですね。そんな中、もうあまりにも私の中ではちょっとこうすごく気に入ったパンツだったので、色違いで購入したものになります。はい、こちらはウィムガゼットのパンツになります。表面に光沢があるので、どちらかというと本当にすごいきれいめに見えます。なのにちょっとこうストレッチが効いているというか、動きやすさがすごくあったので気に入って2つ買いました。本当はね、ハイウエストでもっとギュッて締めれたらよかったんだけど、ちょっと腰に少し落として履くようなタイプになってます。次はこちらです。これはね、もうインスタグラムとかかな、何かで何回かご紹介してるし、動画でも着ていたので、あのもう知ってる方もいるかもしれないんですが、ロンハーマンのセットアップワンピースになるようなタイプのものです。ギンガムチェックのトップスとスカートです。これセットではなくて、それぞれ単品と言っていたものをあえてセットで購入しました。あの本当にこれ普通のただの白いスカート T シャツにこれ着てあげたりとかでも可愛いし、これね、ただトップスをこれ着て、下にまあもちろんデニムとか、逆にあのもうホワイトパンツに合わせたりとか、そういうのも爽やかで可愛いし、もちろん合わせても可愛いっていうので、はい、購入しました。とにかく自分のテンションを上げたい一心で、なんかなるべく派手なお洋服買おうと思った時にたまたま見つけたアイテムです。同じ生地、こちらもロンハーマンで買ったんだけど、同じ生地のローパス、はい、買いました。これももう真夏に1枚でさらっと着たいなと思って購入したんですが、白のね、こういうロンパースオールインワンか、綺麗めに見えちゃう。例えばこれにすごい張りがあるアイテムとかだと、すごい綺麗めすぎてどこに着てくのみたいな感じになっちゃうんだけど、さっきと同じ生地なのですごいカジュアルに着れるので、ちょっとまあ海に遊びに行くときにさらっと1枚着たりとか、あえてもうなんかシティで、なんていうんだろう、さらっと小物にちょっと派手色のバッグ合わせてあげたりとか、そんなんでも可愛いかなと思って購入しました。はい、次はこちらのスナイデルのワンピースです。こちらもね、自分の気分を上げようで購入したアイテムになります。そしてこれを購入する前に、あのトーンのね、ちょっとウェブサイトの撮影があったので、こちら衣装で
着させていただきました。でね、担当の方たちがね、私に似合うと思ってって言って用意してくださって、その気持ちもね、とっても嬉しかったし、みんなにね、褒めてもらえたので、ちょっとその気になり、ちょっと普段でもね、着たいなと思って購入しました。はい、すごいね、これ1枚で本当に主役級って分かるんだけど、この袖のボリュームと、あとはこの腰回りの華奢さ、シンプルさのこのギャップがすごいかなり自分の中では気に入って、普段ちょっとね、あんまりにもパーティーっていう気分っていうよりは、もうちょっと本当普段着っぽく着たいなと思って購入してみました。はい、そしてお洋服の最後はこちらです。リフォメーションのドレスです。ね、リフォメーションって海外のブランドなんですが、昔はね、その海外サイトで萌え子だらけの中購入してたんだけど、今は日本円に直してくれていたりとか、日本にも配送無料だったりとか、すごく買いやすくなったショップなんですが、とにかくね、本当に可愛いの。サイト見るとすっごい可愛いし、 LA 旅行行った時もお店自体もすごい好きなんだけど、サイトで見る可愛さと自分が着た時のこのかなりギャップがすごいわけですね。で、今回はもうあえて皆さんにご紹介するんですが、ここまで見るとすごい可愛い。ただどこに着ていくのっていうぐらいの、ちょっとちょっと露出の高さと、あとここのスリットの深さですねちょっとね、夫の誕生日が近かったりとか、これから何かこうディナーとかある時に着れるかなと思って購入したんです。で、そしてこの生地がね、ネイビーだったので、ちょっとデニムっぽく見えて、ちょっとカジュアルダウンできるかなと思ったんだけど、かなりね、激しいので、ちょっとこれは温めて、あとここのスリットをね、ちょっとお直しに出して、日本でも着れるぐらいの TPO に合わせて着たいと思います。あとは今年履き倒す予定のサンダル2足です。こちらがトゥデイフルのアイテムになります。と、一つはね、このカーキで編み編みになっていて、ちょっとニュアンスカラーというか、一般的なブラウンとかブラックとかホワイトではないっていうところが、ちょっとおしゃれさを増してくれるかなっていうのと、この編み編みだとここしか、カラーが見えないので、ちょっとこのニュアンスカラーがファッションの差し色というかね、ちょっとしたなじませポイントでもあり、色のポイントにもなるかなと思って、こちらのカーキを買ってみました。あとはね、こちらのサンダル、これはもう本当にざっくりさっき紹介したワイドパンツとかに合わせたらすごいかっこいいのでね、こちら購入してます。はい、以上が春夏に向けて購入したお洋服のご紹介でした。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。